この会社は常に私の誇りだった。だが今は恥ずかしいと思う。会社の歴史をないがしろにし、ゴッサムの旧市街を破壊しようとしているからだ。現在のトップが計画を立てたこととはいえ、我が社は歴史ある建物を取り壊して、魂のかけらもない商業施設を作ろうとしているんだぞ。それでいいのか？我々が望むのは歴史を重んじる町だ。そういう町は過去から理想を学ぶ。その理想こそが未来を作るのだ。今日はやけに雄弁じゃないか。奴が頭痛の種だったが、それもあと少しの我慢だ。なぜだ？それは議長、来週株主総会を開くことを提案する。株主に決めてもらおう。賛成。賛成。賛成。わかった。株主に通知を出すとしよう。今日は以上だ。どうだった？うまくいった。よっぽど大事な会議だったんだね、あんたが屋敷を出るなんて。訳がある。市議会は旧市街を残そうとしていた。だがそのためには税金がかかる。税金の無駄じゃない。こんな建物が大切。そうだ、あの映画館、ここで映画を見た帰りに私の両親は取り壊した方がいいんじゃない？そしたらそういう悲しみも薄れてくる。親父さんに起きたことを忘れたいか。エースが騒いでる。エース、何吠えてんだよ。どうかしたのか？地震かな？揺れ方がおかしい。地震じゃなくても、この建物にちゃまずいよ。こいつ知ってる？見たこともない。危ない！どう？思い出は儚い。